組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。頑張れ！タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ！エディットレスラン！頑張れ！エディットレスラン！頑張れ！ガンガン行け！赤コーナーエディットレスラン！レフリー田山マサオ、ガンガン行け！ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔をしてますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。足攻めに転じます。行くのか、場外に落とします。雄たけびを上げます。トペを観光、嬉しいに取ります。ロックアップ、投げてまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。肘を打ち込んでまいります。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。リング下に降ります。足を取ります。させません。ブレンバスターを取ります。お気をつけください。ストマックへの攻撃であります。足を抱えます。あのですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。ああ、なるほど。あっと、エルボー、蹴ってまいります。フロントからのキック、組みに行きます。
ロープに振った。あと返します。組み合います。リング下に落とします。館内も盛り上がります。リング下に降ります。キックを打っていきます。腕を回します。ストバックに突き刺さります。蹴りを見舞ってまいります。エルボーを入れていきます。ベアハッグで締め上げていきます。蹴ってまいります。組みに行きます。リング内に戻ります。お気をつけください。リング内に戻ります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。キックを打っていきます。このあたりの攻撃いかがですか。いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。このポーズです。足を抱えます。パンチで返します。ロックアップ。ロープに振ってランニングしたらエルボー。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。あっと、ロシアフック。蹴りをぶち込みます。行くのか。巻き投げで切り返します。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。小脇に抱えます。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですよね。いや、今のは綺麗に入ってますよ。首をかっきったか。起こした。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。ここから自分のペースに持っていきたいですね。あと逆に切り返した。ハンマー気味のパンチ。もう気持ちだけで打ってますよね。はい、容赦のない攻めだ。ガッツポーズ入った。抱き起こす。おっと、外した。ガチッと組み合った。あと逆にパンチ。ストンピング。そのまま体固め。オールを返します。小脇に抱えた。バーイ。カタラッパ。さあ、タッチ。蹴り上げていく。足を抱えた。あっと、返した。エルボーを打ち込む。抱えた。打たせない。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。放っていくのか。リングに戻ります。すごい形相で締め上げていく。ここでロープブレイク。ハンマーパンチ強烈。エルボーを入れていく。いけるか。ロープに振った。エルボー強烈。先頭落としていった。組み合った。
対角線に飛ばした。厳しい攻めを見せる。あっとエルボー先頭強烈。コーナーに登ってリングに戻ります。フロントキック15分経過15ミリッターズ。あっと地獄突き首根っこをつかんだ。ハンマーを振りかざすキック。あっとテンプルを捉えた。エルボードロップ強烈つかんだ。ラフに転じる。いけるか。正面から投げを見舞った。あっと返していった。エルボー組み合った。ブレーンバスターで投げつける。ガジェット組み合った。コブラが締め上げていく。ストッピング強烈。組み合った。逆にロープに振った。強烈胃袋破りの膝蹴りだ。蹴っていった。足を取った。させません。パンマを落としていく。引き起こす。コブラクラッチに取った。バックブリーカーで締め上げる。エルボー立たせていく。エルボーで返す。ハンマーパンチ強烈。頭を掴んでハンマーを振りかざす。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。ブレンバスター行くのか。あっとストマックのあたり。あっと投げていった。肉体を躍動させる。引き起こす。あっと逆に返した。起こした。いけるか。あっと逆に投げていった。このポーズ。蹴り上げていく。足を抱えた。あっと逆にパンチ。エルボー強烈。ガジェット組み合った。逆に振り返して。あと後ろに投げていった。カウントは入る。カウントは2つ。体を預ける。カウント2。あっとパンチ強烈。剛腕ラリアット。ここでタッチだ。フィニッシュに持ち込むのか。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。あっと顔面を踏みつけていく。
重い逆水兵だ。蹴っていった。ガジェット組み合った。逆に返した。ストンピングを叩き込む。抱き起こす。エルボーで切り返す。25分経過。25 minutes pass。あっと、キャッチした。至近距離からのライアット。トップロープを狙う。急降下、膝バックだ。組み合った。巻き投げで切り返した。絞り上げる強烈。キック、いけるか。巻き投げで切り返した。カバーした。ロープブレイク。エルボーを打ち込む。頭を打つ。ああ、いやらしい攻撃だ。おっと、逆に捉えた。ハーフネルソン投げっぱなし。ロープに逃れました。小股に挟んだ。バッと返した。ここでスイッチ。岸壁の母の胸に抱かれました。掴んだ。ストバックに突き刺さった。立たせていく。トップロープを奪う。トップロープから飛んでいった。気合を入れた。ガジェット組み合った。コーナーに振って、強烈なだれ式で落としていった。ストンピング、雄たけびを上げた。ミミズバレになる逆水兵。立たせていく。あっと、逆に投げていった。30分コーナーに登って、リングに戻ります。カウントは入る。カウント2、返しました。頭を掴んで、五臓アップに染み渡る。体を預ける。カウント3つは奪えない。湧いてこい俺の力。トップロープを奪う。
超満員札止め、ド派手な入場シーンが展開されております。ガンガン行け！行け！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、行け！エディットレスラー、頑張れ頑張れ頑張れ。赤コーナー、行け！エディットレスラー、ガンガン行け！頑張れ。レフリー田山正夫、さあ運命の鐘が鳴った。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、もう打ってまいります。行くのか、ロープに振ってショルダータックル。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。コーナーに振った。カウンターで返します。空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。抱えます。強烈に打ち込みます。エルボーを入れていきます。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるための本当に体を極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。このあたり入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、ストマックに突き刺さります。キックを打ってまいります。ブレンバスターに取ります。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。アスノでも程よいと思われるその背中は、まさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。そのまま泣き投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。ドロップキックであります。組みに行きます。フライングメイヤー。この辺りのグランド殺法なんですがいかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。ガードします。ハイキック。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、腕を捉えます。腕攻めに転じます。足を取ります。ねちっこい展開に移行してまいります。ドロップキック、エルボー掴んだ。あっと、エルボーロックアップ、ネックブリカードロップで落としてまいります。
こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。チョップが唸ってまいります。足を殺してまいります。打ち込んでまいります。そのまま倒してまいります。相手を挑発してまいります。ストンピングです。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ストマックへの攻撃であります。気合を入れてまいります。あと返します。組み合います。返してまいります。うわ、パイプに入りましたよ。脳髄に響いたか。足を固めて、そのままエスティ振り持ってった。ロープに逃れました。2位を突き上げる。決めに行くのか。おっと、ここで無念のゴング。姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。ガンガン行け！頑張れ！タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ！エディットレスラー頑張れ！エディットレスラー頑張れ！行けよ！頑張れ！赤コーナーエディットレスラー頑張れ！頑張れ！エディットレスラー頑張れ！頑張れ！レフリー田山さん。
打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。リストを固めてまいります。エルボー、肘を打ち込んでまいります。ロックアップ、リング上はヘッドロックの体勢。ロープブレイクです。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。エルボーを入れていきます。ストマックに突き刺さります。汗がミストとなって飛び散ります。鋭いキックです。キック攻撃を見舞います。ガードします。ランニングしたネックブリーカースイッチしてまいります。館内も盛り上がります。蹴りをぶち込みます。フロントからのキック、キックを打ってまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。高周波数の音が館内に響きます。コーナーに振った、顔面ハイキック、あっとエルボー、キックを打っていきます。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。タックルでぶちかまします。気合を入れてまいります。組みに行きます。逆に振り返して、このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎはうまいですね。的確ですよ。足を抱えます。エルボー、腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。ここでタッチです。足を取ります。レッグロックに捉えます。腕を捉えます。返してまいります。掴んだ、すごい音が、ヘッドバット、ストンピングを叩き込む、腕を取った、あっとエルボー、すごい顔で打つ、ロープに振った、あっとネックブリーカードロック、コーナーに登ってリングに戻ります。エルボーを入れていく、握った、小脇に抱えた、バックドロップ、後頭部を痛打、トップロープを狙う、リングに戻ります、引っこ抜きか、そのまま全体重を預けていった、起こした、バックドロップ、岩石砕け散る、拳が入りました、バックを取ってバックドロップ、放っていくのか、急降下、膝バックだ、ここでタッチだ、組み合った、あと逆に投げていった、ストンピング、
10分経過。10ミニッツパス。チョップ強烈。担ぐか。オリンピック予選スラム。首から落下。立たせていく。ドロップキック強烈。掴んだ。エルボー速射砲。フィニッシュに持ち込むのか。ローリングスバット。いけるか。場外に落とした。ブランチャー。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。頭を掴んでさせません。ガジェット組み合った。ボディースラムで叩きつけた。気合を入れた。バックに回ってスリーパー。岩壁の母の胸に抱かれました。放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。トップロープからのバックドロップ。トップロープを奪う。リングに戻ります。ガジェット組み合った。スモールパッケージで丸める。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。組み合った。コーナーに振った。15ミニッツパス。あっとカウンター。ダブルで決めていった。いけるか。すごい形相で締め上げていく。ストンピング強烈。ミミズバレになる逆水平。あと逆に倒した。抱き起こす。バックドロップ。コーナーに登ってリングに戻ります。首根っこを掴んだ。エルボーを打ち込む。さあタッチ。エルボー強烈。引き起こす。ドロップキックが突き刺さる。あっと投げていった。いけるか。強烈に締め上げる。膝を突き上げていった。引き起こす。あっとエルボー。すごい音がした。ストンピング強烈。重い逆水平だ。そのまま耐え固め。ロープブレイク。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。あっとエビ型まで丸めていく。3つは入りません。張った。エルボー。アームロック。アームロック。組み合った。コーナーに振ってThank you.
彼女と抱え上げて、そのまま真下に落とした。さあサバイバルはどっちなんだ。この戦いのジャングル、密林の王となるのはどっちなんだ。ここでスイッチ。ここでロープブレイク。蹴っていった、抱えた、あと逆に切り返した。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。打たせない、腕を取った、あっと返した、奥歯を噛みしめた。ライガーファーン、カウント 2.9。 フロントキック、一気稼いでいく。これはポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。腰を落とす。オリンピック予選スラム、カバーした、ロープに逃れました。抜くのか、ライガーボムでいった、危ない、カウント 2.9。 海大好きのシャイニングウィザード、キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ガジェット組み合った、ロープに振って、放っていくのか、急降下にトップ、一気に決めていった。ここでロープブレイク、さあタッチ、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける、湧いてこい俺の力。25分経過、25 minutes pass。 ガードした、バックを取って、ハンマー気味のパンチ、ランニングでクブリカードロップ、ストンピングを叩き込む、あーブロック、岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか、逆に返した、そのまま腕を決めていった、組み合った、正面から投げていった、起こした、おっとそのまま後ろに投げていく、引き起こす、いけるか、裏投げ、巻き投げで切り返した、ここで持っていくのか、立たせていく、一気に両立するのか、小股に挟んだ、あっと逆に足を取った、一気にスパークするのか、決めに行くのか、蝶が羽を折りたたむかのような羽折り固め、ガジェット組み合った、正面から投げを見舞った、アーブロックで決めていった、ロープに逃れました、巻き投げで切り返した、ストンピング、いけるか、ボディスラムで投げつける、抱き起こす、
決めに行くのか。30 minutes passed。ダブルでいった。ガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ。エディットレスラー頑張れ頑張れ。行け。赤コーナーエディットレスラー頑張れ。レフリー田山正夫頑張れ。
今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、第二強は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。エルボー、鋭いキックです。ロックアップ、ロープに飛ばした。スリーパーに捉えます。足を取ります。後頭部エンジン、キックを打っていきます。打ち込んでまいります。行くのか、逆に振り返した。ショルダータックル、引き起こします。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。チョップがうなってまいります。逆に振り返して走り込んだのエルボー、組み合います。逆に倒します。そのまま絞り上げます。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。逆に振り返してランニングしたらエルボー、足攻めに転じます。掴んだ、あっとエルボー、組みに行きます。逆に振り返した、巻き投げてまいります。蹴ってまいります。ブレンバスターに取ります。蹴りを見舞ってまいります。重いチョップであります。抱えます。ストマックへの攻撃であります。組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。フロントからのキック、ロックアップ、ボディスラムです。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープにブレイクしました。高周波数の音が館内に響きます。行くのか、ヘッドロックで締め上げてまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。フロントからのキック、キックを打っていきます。組み合います。逆に返します。そのまま足を取ります。ロープに逃れました。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、行くのか。リング上はヘッドロックの体勢、抱えます。ボディスラム、アームロックの体勢、蹴ってまいります。掴んだ、キックを打ってまいります。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。掴みます、ガードします、腕を回します。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。パンチで返します。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。ロープブレイクです。組みに行きます。
サイドからヘッドロックの体勢に移行します。10分チェック、10ミニッツパス、ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。蹴りをぶち込みます。抱えます。キックを打っていきます。足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。足を抱えます。レッグロックに持っていった。腰を落とします。フロントからのキック、ロックアップ、コーナーに振ってランニングしたらエルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか、コーナーに振った。コーナーから雪崩を見舞っていった。コーナーに登って急降下にトラップ。もう気持ちだけで打ってますよね。はい、2カウント、まだ足りません。いけるか、対角線に飛ばした。ミミズ腫れになる逆水兵、すごい音がした。あっと、エルボー組み合った、ロープに振った、そのまま後ろに投げていった。小脇に抱えた、高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。ダイビングギロチン、回転を加えた。ガチッと組み合っ、コーナーに振った。ナダレ式のブレーバスター、強烈、そのまま耐え固め。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。抱えた、反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。あっと、ラリアット、カウントに入る。危ない、カウントに転球。腕をフックした、ボディスラムで投げつける。ガチッと組み合った、コーナーに振って、重い逆水兵だ。張り手、すごい顔で打つ、バックに回ってスリーパー、ロープブレイク、掴んだ、エルボーを打ち込む。あっと、キャッチした、円錐蹴り、カバーした。ここでロープブレイク、組み合った、ロープに振って蹴っていった。我々には計り知ることのできない熱い熱い大河のような愛の川が流れております。タイを預ける、3つは入りません。張った、腕を回した。垂直落下か。張り手、いけるか、ロープに飛ばした、エルボー引き起こす、ブレンバスター行くのか。ブレンバスター、垂直落下式、足を殺していった。あっと、返していった、奥歯を噛みしめた。あっと、逆に返した、バックに回った、エルボーで返す、頭を掴んで、あっと、逆にキック、抱えた。あっと、逆に投げていった、エクスプロイダ
いけるか。リストクラッチエクスプロイダー、もう手突き刺さった。カウント3つ、カウント3つ入りました。頑張れ、行けよ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、頑張れ、頑張れ。赤コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、行け。レフリー田山雅夫、ガンガン行け。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴んだ、ハンマーを振りかざします。エルボーを入れていきます。打ち込んでまいります。リング上はヘッドロックの体勢、蹴りを見舞ってまいります。ベアハッグで締め上げていきます。張ってまいります。汗がミストとなって飛び散ります。フライングメイヤーで倒します。キックを打っていきます。腕をフックします。強烈に締め上げてまいります。チョップが奪ってまいります。組み合います。投げてまいります。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。起こします。高周波数の音が館内に響きます。行くのか、
サイドからヘッドロックの体勢に移行します。アデサニは欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。フライングメイヤー、肘を打ち込んでまいります。おっと、そのまま踏みつけてまいります。フロントからのキック、ブロックします。組みに行きます。倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。フロントに捉えます。あっと、エルボー、組み合います。対角線に飛ばした。重いチョップであります。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。バックブリーカーで背骨を打ち据えます。ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。起こしてまいります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。スタンディングを取らせます。行くのか、コーナーに振った。ボディアタック強烈、起こした、引き起こす、バックに回った。コブラの毒が回ってきたぞ。ロープに逃れました。ボディスラムで叩きつけた。金的攻撃、ストンピングを叩き込む。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。ハンマー気味のパンチ、エルボードロップ強烈、かかと落とし、いけるか。あっと、投げていった、締め上げていった。ここでロープブレイク、ガチッと組み合った。ロープに振った、すごい音がした。ガードした。バックを取って、エルボーを打ち込む。重い逆水平だ。すごい顔で打つ。あっと、エルボー小脇に抱えた。バックドロップ、後頭部を痛打。ストンピング、組み合った。ロープに振って、おっと、そのまま後ろに投げていく。立たせていく。腰に手を回した。ハンマーを振りかざす。掴んだ。エルボーを入れていく。組み合った。ロープに飛ばした。ハンマーを落としていく。王が入る。10分経過。抱えた。10ミニッツパス。おっと、外した。張った。ガジェット組み合った。逆にロープに振った。あっと、カウンター。バックに回った。逆にバックに回った。外した。張り手。足を殺していった。アースクエイクタンク、マグニチュード 8.9。 もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。腕をフックした。あっと、逆にパンチ、チョップ強烈、いけるか。ラッグパタル、返していった。首根っこをつかんだ。エルボー速射砲、ガチッと組み合った。コーナーに振って、あっと、そのままぶち当たっていった。ストンピング強烈、強烈に締め上げる。ロープブレイク、
腕をフックした。シュミット流で倒していった。バックを取ってバックドロップ、岩石砕け散る。バックを取ってアトミックドロップ、逆肩エビで一気に決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。そのまま締め上げる。組み合った、すごい形相で締め上げていく。ストンピング、いけるか、ロープに飛ばした。ミミズバレになる逆水平、バッと返した。フロントに捉えた、フロントからのスープレックス。15分経過、掴んだ、15ミニッツ。あー、いやらしい攻撃だ。このポーズ、あと逆に切り返した。トップロープを狙う、あとうまく切り返した。おお、架空を見上げたか。抱き起こす、させません。あっと、ジャンピングに王が入った。場外に移行した、場外に降りる。リングに戻ります。エルボー強烈、抱えた。あっと返した、組み合った、対角線に飛ばした。フライングリールキック、ブレンバスター行くのか。これはすごい、ブレンバスターから沈めていった。エルボー、ストンピング強烈、エルボーで切り返す。首根っこを使っブロックした、腰に手を回す、スリーパーホールド、ロープに逃れました。腕を回した、ブレインバスターで叩きつける、気合を入れた。カウントが入る、ロープブレイク、頭を掴んでハンマーパンチ強烈、ガチッと組み合った、逆に返した。ストンピングを叩き込む、引き起こす、ラリアット行くのか。バックに回った、ジャーマンスプレックス、あと連続で持っていった。カウント 2.89、 中低音バズーカ、エルボーの連打、頭を掴んで、あっとエルボー、ストンピング、全体重で踏みつけていった。あっと、急所攻撃、腕を取った、あっと切り返した、小脇に抱えた、ハンマーを落としていく、腕をフックした、ボディスラムで投げつける。熱すぎる戦いだ、歓声怒号が鳴り止まない、これぞ最強の格闘技プロレス。タックルぶちかまし、一気に決めていった。ここでロープブレイク、いけるか、ロープに振って、組み合った、あと逆に返した、かかと落とし強烈、アームロック、アームロック、岩壁の母の胸に抱かれました。ブロックした、バックを取ってバーン、肩ラップ、そのまま体固め、ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか、正面から投げていった。
放っていくのか。急降下に至った。ストンピング。すごい顔で打つ。剛腕がうなるのか。腰に手を回した。バックを取り返す。背後を取り返す。おっと、外した。掴んだ。マシンガンのようなキック攻撃。決めに行くのか。コーナーに登って、トップロックからのフロントキック。全体重を乗せた。エルボー抱えた。あっ、逆にパンチ。首根っこをつかんだ。させません。腰に手を回す。スリーパー落とすのか。張った。あっと、逆にキック。エルボー強烈。腕をフックした。あっと、返した。抱えた。シュミット式で落としていった。ここで持っていくのか。おっと、急所を打ち据える。あっと、金的か。バックを取って、逆にバックに回った。背後を取り返す。ハンマーを振りかざす。残り時間3分。腕をフックした。3ミリツレ。あっ、逆にパンチ。腕を取った。チキンウィングで固めていく。ここでロープブレイク。フロントに捉えた。スライダーで投げていった。足を狙っていった。立たせていく。抱えた。あっと、フロントスープレックス。抱き起こす。おっと、逆に腕を取った。ロープに逃れました。キック。おっと、逆に捉えた。バックに回った。ハンマー気味のパンチ。首根っこを掴んだ。させません。ガジェット組み合った。あっと、倒していった。ストッピング強烈。1ミリツレフ。足を打ちつけていった。バックに回ってスリーパー。岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた。あっ、逆にパンチ。右腕に命を吹き込む。バックに回った。脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。ここでゴングが乱打されます。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。
頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。頑張れいけタクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れエディットレスラン頑張れエディットレスラン頑張れ赤コーナーエディットレスラン頑張れ行けよエディットレスラン行け頑張れレフリー田山マサオ頑張れ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。切り返します。足を抱えます。円錐切り。リング上は逆片指固めの体勢。汗がミストとなって飛び散ります。組みに行きます。逆に振り返した。あっとフランケンシュタイナーだ。肩が上がります。自ら誘ってまいります。ロックアップ。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。ここでタッチです。を叩き込んでまいります。足攻めに転じます。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープブレイクです。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。逆に投げてまいります。フロントからのキック。蹴ってまいります。行くのか。ロープに飛ばした。ショルダースルーで投げてまいります。足を殺してまいります。組み合います。ロープに振った。ドロップキック。打ち込んでまいります。ブロックします。足を取ります。足を狙ってまいります。おっと逆に捉えた。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ。ボディースラム。足に照準を絞るのでありましょうか。スイッチしてまいります。
張ってまいります。腕をフックします。強烈に打ち込みます。そのまま絞り上げます。行くのか。ロープに振って組みに行きます。倒してまいります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。仕方ありませんよ。そうですよね。腰を落として逆片指固めの体勢です。チョップがうなってまいります。リング下に落とします。スイッチしてまいります。リング下に降ります。ドロップキックを見舞ってまいります。張ります。技をかけてもこうやって読んでますからね。面白いですよね。本当にそうですね。あーっと、円錐切り。重いチョップであります。行くのか。お気をつけください。リング内に戻ります。乾いた音が館内に響きます。さあ、粘着質激しいこのサンミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。エルボーを入れていきます。足攻めに転じます。組みに行きます。リング上はヘッドロックの体勢。10分経過。10ミリ単体のブランバスター。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。ここでタッチです。キックを打っていきます。ストマックへの攻撃であります。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。足を殺してまいります。組み合います。逆に切り返します。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。トップロープを奪う。腕を回します。あっと、逆に切り返した。ロックアップ。ロープに飛ばした。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。トンピング、蹴りつけてまいります。ハードロックの体勢。相手を挑発してまいります。ストンピングです。組み合った。デンジャラスエリアから投げを見舞った。立たせていく。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。引き起こす。ああ、